はい、どうも、メンヘラおじさんです。まあ、おかげさまでですね、また、登録者700人超えてきたんですけども、まあ、全然油断できないですね、というところでございます。まあ、言うたら、増えて減って、増えて減ってなんで、まあ、720人ぐらいまで行ったらですね、まあ、700人が定着してくるんじゃないかな、ぐらいで思ってます。で、まあ、なんて言うんですかね、あと300人か。うん。おじさんの喋りでなんとか増えていったらいいなと思ってるんですけども、無理なら、300人ナンパしてですね、なんとか行くっていうのも、まあ、一つの企画書としては面白いかもしれないですけども、私が捕まりそうなんで、そういうのは、やめておきますというところでございます。で、まあ、なんだろうな、コメントあったんですけども、今ちょっと婚活動画伸びてますねというところで、まあ、料理は料理でやっていくんですけども、婚活の話、もしていこうかなと思います。まあ、経験談とかいろいろ話してくださいっていう話だったんで、で、おじさん的にはね、まあ、ちょっと前置きになりますけども、一応ね、過去の婚活動画、っていうのはですね、もう山ほど話してるんで、まあ喋り尽くしたと思ってるんですけれども、多分ね、1000本以上動画上げて、まあ1112本ぐらいかな、今上げてるので、多分動画埋もれちゃってると思うんですよね。っていうところで、リメイクして、あるいはまあ、なんだろうな、もう記憶にあるものを、言うたらまあ、記憶にあるっていうことは多分印象的だったっていうことなので、そういう経験を踏まえて、まあ、いろいろお話しできればなと思ってます。具体的には、まあ、なんだろうな、お見合いを100回以上やって、まあ、いろいろ失敗している中で、まあ、動線ですよね。マッチングするまでに、マッチングしてから、お茶をするまでに、行く動線の最中何を話すかであるとか、まあ、大阪でお茶するならこういうお店がいいよとか、ご飯行くならこういうお店がいいよっていう話。あと、まあ言うたらお茶をした時の、アイスブレイクですよね。アイスブレイクっていうのはまあ言うたら、本題に話す前に、まあ今日天気いいっすねとかなんかまあそういう話をしながら、まあ言うたら女の人とのそのトークを乗せていくための話、であったりとか、あるいはその、なんだろうな、まあ女の人と話してて、この時こういう話をするのはまずかったよなとか、あるいは、この話で盛り上がりましたよっていう話があれば、そういう話を出していけばなと思ってます。まあ言うておじさん結構本能型の人間なんで、めっちゃ喋るんですよね。で、喋ってて、受けた受けてないっていうのが、まあ、おじさん的にあんまよく分かってないと。で、まあ、もうタイプじゃないと分かったら、もうひたすら、おじさん喋り倒して変えるっていうことも多々あったので、そこら辺の割り切りとか、もですね、まあ、いろいろお話できたらなというふうに思ってます。で、あとはまあ、婚活における、マナーとか、まあ別にいいや。好きにしたらいいと思うんですよね。自分が一番ストレスかからずに婚活していくのが一番良くて、なんかまあいろいろルールはあると思うんですけども、ルール通りやってうまくいくんなら、もっとみんな結婚してるんで、そうじゃなくて、まあ、その、言うたら一応肩にはまった中で、どれだけ自分を出して、で、見てもらえるかっていうことの方が僕は大事だと思ってるんで、っていう風に言うてて失敗してるおじさんがいるんで、まあ何が正解なのかわからんなというところでございます。はい。あとは、そうですね。まあ、せっかく婚活の話なんで、一つ言うておくと、元彼の話は、受け悪すぎるんで、やめた方がいいっす。元カノの話も、まあ、あんまりちゃいますかね。どんだけ仲良くなってもですよ。どんだけ仲良くなっても、その辺のところには地雷が埋まってるんで、やめた方がいいっす。
僕自身は、言うたら恋愛経験ゼロなんで、ゼロだっていうことを、伝えまくって、言うたら、まあ、お見合いはめちゃめちゃやってるんで、こうやってベラベラ喋れますけども、言うたら、まあ、学生時代にちゃんと付き合ってなくて、で、まあ、言うたら、結婚、相談所に入る前も、まあ、結構、まあ、言うたら、コンパであるとか、まあ、言うたらデートであるとか、普通にしてたけども、めちゃ振られてとかっていうような話はしてるんですけども、まあ、それも受けがあるないはありますよ。ただ、おじさんの中でも、まあ、笑い話にできる話なので、やってますけども、その、元彼元彼の話に関しては、何が原因で別れたのかとかも、やっぱ話さないといけないんですね。で、まあ、結婚考えてくれなくて、とかっていうのもあるんですけども、まあ、私は一番嫌だったのは、元彼の上位互換を、言うたら、今の、婚活で探してて、絶対いい男と結婚するんだ、みたいなことを、2時間延々語られたのは、マジちょっと、苦痛でございました。苦痛というか、やっぱ自分が、こう、好きだという女の子に、そういう話をされるのは全然僕はいいと思うんですけども、お見合いって、そんなベストマッチな、言うたら美女が、自分の前に現れるってことは、まあ、基本ないです。そんな人は、まあ、性格が悪いか、売れてます。もう、めちゃめちゃ人気でさっさと結婚まで行っちゃってるんで、そういうことは、まあ、基本ないと思ってください。だから自分はそこまで好きではないけども、条件的に、全然この人とやったら一緒に住めるなっていう人のレベルの、言うたら興味があるであったり、好きなので、好きの、言うたら熱量がね、言うたら100点満点の55点とか60点ぐらいなんですよ。なので、その地雷があったりしたらですね、一気にこう赤点になっちゃうんですね。っていうようなところが、多分こう、仲が良くなっていけば、そこら辺がね、意識されなくなるんですよ。だから私は、言うたら彼に好かれてると思って、いろいろ話してくれるんだと思うんですけども、好き度合いが、言うたら恋愛とは違うので、90、100ではないんですよ。90、100の場合に元彼の話をされて、いや、俺そんなことないよ、大丈夫だよ、っていうふうに言えるんですけども、言うたら、まあ、50点、60点の、言うたら好き度合いでですね、そういう元彼の話とか、元彼の上位互換が欲しいんだ、みたいな話をされると、僕はもう、冷めてしまって、結局お断りさせてもらったんですよ。なんて言うんですかね。やっぱ自分が好きになったことがある人を悪く言う人ってあまり好きではないですと。まあ、結論としては浮気だったんですよね。元彼が同じ、言うたら職場の中で浮気しててっていうような話だったんですけれども、内容的にはまあ、それはそれなんでしょうけれども、結局、そういう癖のある男を選んでしまう、私には何の落ち度もなかったのかって言われたら、まあそうでもない可能性もあるというところでしょうし、多分女受けする男だったんだろうなというところもあるし、要はだから遊ばれたわけですよね。っていうようなところを、まあ言ったら、冷静に見たらそういうふうに見えたりするんで、で、そこのところの、なんていうんですかね。で、しかも浮気云々かんぬんも、それはもうお互いに言い分があったりするじゃん。まあまあ、お互いに言い分があっても浮気する方が悪いんですけども、なんていうんですかね。で、それが自分の好みの人であれば許せるんですけども、お見合い相手となるとですね、そこまで許せないところがあったりするんですよ。っていうようなところがあるので、まあ、この場合多分女性が悪いわけではなくて、それは浮気した男性の方が悪いんですけども、ただ、それが、言うたら、その元彼と別れた理由であるとか、まあ元彼の話になって、上位互換をこう、まあ探すんだ、お見合いで、みたいなことを言うてるような人とは、まあ、なかなかね、っていうところもあるんで、だから、心の広いおじさんでもね、そういうふうに思ったりするぐらいなので、マジ元彼の話は、地雷が埋まってるんで、やめた方がいいわけではないんですけども、まあ、言うと、紐解いていくに当たっては、まあ、必要な儀式なのかもしれないですけども、
出しどころを間違えたら、間違いなく火傷するんで、そういう話を本当に慎重になった方がいいと思います。はい。本当のこと言ってよというふうに言って、本当のこと言ったら怒らへんからって言いながらもですね、心の中ではなんか、やっぱり結構、なんやねんっていうふうに思うっていう、おかんの、なんつうかね、怒らへんから本当のこと言ってみというのと一緒ですから、あんまりその辺のところは、なんですかね、気をつけた方がいいというふうに、おじさんは思っているところでございます。以上です。